日本鹿児島県鹿児島市東坂本東坂本は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は892-0861。人口は5305人、世帯数は2474世帯。東坂本1丁目から、東坂本4丁目までがあり、東坂本1丁目から、東坂本4丁目までの全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の中部、稲荷川中流域に位置している。町域の北方に、吉野町、大民宮、南方に、鈴見川町、池上町、稲荷町、西方に、坂、元町、若葉町、東方に、吉野町がそれぞれ接している。大部分は、大地上に開発された、新興住宅地である。町域の東部には、鹿児島県立鹿児島東高等学校が、 所在しており、2012年からは、敷地内に、鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校が設置されている。1984年1月30日に、辻が、岡団地、西原団地の区域において、住居表示が実施されることとなった。それに伴い、町の区域の再編が実施され、坂本町の一部より、東坂本一丁目及び、 東坂本二丁目が設置された。1992年8月10日には、坂、元町国領地区にて、住居表示が実施され、坂本町の一部より、東坂本三丁目、東坂本四丁目が設置された。1994年3月16日には、上野原辻が、岡西原団地地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、 東坂本二丁目の一部を坂本町に編入した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。